翔さんと若手投手陣の秘話が感動的すぎる。これぞ大将。大将との秘話、梅津が登板した4月4日の巨人戦の試合後、6回2失点で黒星を喫し、ウェイトルームで肩のケアをしていた右腕をわざわざ探し出し、梅津、ナイスピッチング。今日は勝てなくてごめんなとねぎらってくれた。14日の阪神戦でも8回2失点で再び黒星がついたワン。今度はロッカーで顔を合わせるとマジでごめんなと言ってもらった。また、松木平は中田翔に対して、すごく優しく喋りかけてくれて、中田さんは投手のみんなは思い切ってインコースにバンバン投げればいい。もし何かあったら俺が守るから、と言ってくださいました。本当に大将というか、心強いです。早く一軍で一緒に野球がしたいです、と心待ちにした。兄貴一生ついていきます。他の打てない野手陣に習ってくれ。こんなこと言われたらモチベ上がるよな。インコースしか投げません。乱闘準備は万端。投手にもいい影響を与えてるのほんといい補強。松木平の覚醒は中田のおかげか。最近生え抜き野手の話題なんもねえな。あとは石川の覚醒、お願いします。中田ドラゴンズで優勝したい。大将の存在感えぐい。ドラドラ情報局をご覧いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。